で、もう一つ、具体的な、大阪万博ってあるじゃないですか。ね、2025年ですか。はい。これやっぱり日本型のこう昆虫食イコールコオロギではありませんみたいな形で、日本的な昆虫食、日本型の昆虫食ってぜひこの発信したいなって実はちょっと思ったりするんですよね。だからそれはやっぱりその万博ってのは非常に日本の万博なのでいい機会ですので、ヨーロッパのコオロギだけを粉末にして混ぜ込んで栄養だけを考えている昆虫食と違うまた昆虫食の魅力みたいなのがあるんだよみたいなね、そういうその情報発信みたいなのできたいなってちょっと個人的にちょっと思ったりもしてるんですよね。で、そこら辺もし一緒にやれればいろんな蓄積が来年再来年とこうできると思うので、そういったものをこう発表できる場としては面白いんじゃないかなってちょっと思うんですけれども、そこら辺佐藤さんどうですか、地元大阪としては。そうですね、やっぱり日本の文化というか伝統を的な昆虫種、いわゆる俺四天王って呼んでるね、イナゴ、ハチノコ、カイコウ、ザザムシのやっぱりこうね伝統的な部分をかなりこう、そのちょっとでも掘り下げてとかね、何かってこの、何かしらがこう見てもらいたいというね、いろんな外国からも来ますし、日本の人でもねかなりその辺の認識薄いと思うんで、それ以外って何かありますかね。例えば昆虫食日本初というか日本っていう感じでは何でしょうねと思って。そうですね、日本はだからその4つだけじゃなくてもっと、例えば大正の頃だったら55種類非常にたくさんの虫を食べてたっていう歴史があるんですよね。その昆虫一つ一つをこう発掘してそれをですねこう提供していく情報交換していくみたいな、みんなにこう知ってもらうみたいな。その4つしか日本にありませんよじゃなくて、もっともっとさまざまな、ね、昆虫がね、過去から現在に至って、つい最近ですよ、最初の頃まで食べられてた。というのをできるだけこう風呂敷を広げてですね。だからかつて食べられてたと、いわゆる日本で食べられてた文化的にこういろいろね、かなり広く、そうなったらかなり広い。昆虫がね、でイナゴだけじゃありませんと、ハチノコだけじゃありません。で、昆虫食っていうとその4つしか今思い浮かばないんですけれども、そうじゃなくって時代をこう遡っていろいろやっていくと、いろんな昆虫が食べられたかと、その一つ一つを検証してなぜ食べられていたかとかですね、食べられた地域のその話がもし聞ければね、そこら辺はおそらく田中さんの力量が発揮できる。だと思うので、はい、もう日本中から集めます。情報を。そうです。そうするとその万博だけじゃなくて、すごく立派な一冊の本ができると思います。これはそうですね。多分ね、本当に今までできてなかった、作られていなかったすごい立派な本ができると思うので、そこら辺もちょっと一つの目標にできればすごくいいなっていうふうに思ってますので、頑張っていきましょう。先生が言われたようなローカルっていう部分ですね、その未来食というよりも逆にそのアナログであったりローカルであったりっていうものから、今流行りのデジタルトランスフォーメーションっていう部分のデジタルでの変革ではなくて、デジタルもツールとして使いながらアナログからもっぺん未来を作っていくってことも可能だとは思うので。そうですよね。人間にしろ、その世界史にしろ何にしろ、デジタルで変わるんじゃないんですよね。アナログでこう変わっていくんですよね。で、その原点に変えるってことはやっぱ大事だと思うんです、今。すべて今デジタル化って言ってるじゃないですか。だから、そうじゃなくて、やっぱり人間の本質で生きていく、特に食べ物に関して言えば、デジタルじゃなくてアナログなんだと思いますよね。それをできるだけそのアナログじゃなくてデジタルじゃなくてアナログの良さみたいなものを発表する一つの手段として、ツールとして昆虫食ってのは非常に有効じゃないかと思ってますので、そういういいチャンスじゃないかなってすごく思います。万博に関して言えばですね。で、そういったことでいろいろこれから可能性というかなんか展望していろんなことができそうな気がしますけれども、繰り返しになっちゃうかもしれないですけど、具体的にですね、これからの例えば抱負ですね、こうしていきたいみたいな、そういう夢とか抱負とかなんか一言で佐藤さんの何かありましたらどうぞおっしゃって。やっぱりこういろんな今多様性というんで、例えば虫を食べるっていう選択っていうのも、もうするしないは別として、それをしない人も認めるというような社会というのが、成熟した社会かなと。いろいろ皆さん多様性とか言うけど、意外と多様性って言ってても、やっぱりどっかで、何かしらのこう偏見、否定、拒否とかいろいろ多いと思うんで、一向昆虫食っていうのを通して通じてね、そういった多様性を考えれるかなと思っております。そうですね、多様な社会になった方が面白いなと。そうですね。だからその一つの食卓で昆虫食の話が出たら、っていうふうに思わないような、そういう世界に、これは昆虫だけじゃなくてね、それがだから様々なことについて言えると思うんですよね。そう思います。はい。差別に関しても言えると思うし、だからそういう世界にしていくような感じで昆虫食が広がっていくといいかなというふうに思ってます。ありがとうございます。さすがに外国行ってらっしゃるだけで展望がやっぱり広い。世界的なこう広がりが感じられますよね。はい、ありがとうございます。田中さんはむしろ逆にこう掘り起こしということですよね。そうですね。昆虫の粉末であったり素材であったりを使う食品加工事業者はもう勝手にどんどんこれから増えてくると思うので、そういった出口の方ではなくて、入り口の昆虫食の裾野をもうちょっと広げていくっていうプレイヤーはあまり今いらっしゃらないような気がするので、そうですね。そこをちょっと広げていくことができて、日本と海外へ広げられたらいいなと思っています。はい、ありがとうございます。いや、僕も全く同じ土管で一緒に3人でとりあえずやっていけそうな気がすごくしてます。で、どうもその昆虫食って今本当に今お話出たように、ヨーロッパの欧米の EU 以降の昆虫食、とにかく高一辺倒な昆虫食ってことで、それじゃないんだよと、もっと昆虫食ってもっとこんなすごく広がりがあるみたいなことを知ってもらう。そういうためのいろいろ活動をしていきたいと思って、その一つがですね、東京でももう6回ぐらいやってるイナゴンピックっていうことがあって、これはみんなでイナゴを取って楽しみましょうっていうやつなんですけども、日本の昆虫食の原点はやっぱりイナゴだと思うんです。稲作と同時にね、食べられてきた。でもイナゴって今すごく減っちゃって、なかなかそれを食べるチャンスがないんですけれども、せいぜい食べるとしたら、佃煮食べる。買ってきて佃煮食べる。なんですけれども、そうじゃなくて自分で取って、それを調理して食べるみたいな、そういうそのイベントができればいいかなと思って、これ群馬の中之条町ってとこで始まったんですけれども、すごく面白いなと思って、それを東京のうちの近くでたまたまその有機の農家が、田んぼがあったんでね、そこですごく親子で楽しそうにやるんですよ。で、これなんかも、できたらあっちこっちでこれやれればいいかなと思っています。で、最終的にはイナゴンピックの全国大会とかですね。それできるといいんじゃないかなって、それが一つですよね。あと、そうですね、今までこれ佐藤さん一生懸命頑張ってやってらした大阪虫食いフェスティバル、関西虫食いフェスティバル、東京虫食いフェスティバルってやってたんですけれども、ああいう形でやっぱり昆虫食の原点の長野信州ですよね。信州虫食いフェスみたいな形で、なんか実現できると、4つの昆虫食が一体となって、よりこう、総合的にいろんなこの試みが多分できそうな気がするんですよね。で、それと、そういったものができるようによって、さっき言ったスタディツアーみたいなものもここに含めて、盛り上げていくと。あと、信州昆虫食協会みたいな、そういう協会を作って、で働きかける、有機的にこう活動できるような形にしていければいいと、そういったものをこう全部まとめた形で、大阪万博にこうつながっていけば、より具体的にやって、同じ食卓でも昆虫食へってことにならないんじゃないかという、そういう時代に来そうな気がするんですけどね。それまで僕もできるだけ元気で、コロナにならないように頑張っていきたいなと思っていますので。どうでしょうか。そんな感じで今考えてます。はい。あと、フリートーキング、何かお話ししたいことがあったらどうぞおっしゃっていただければ。どうぞ。大阪でイナゴンピックは来年も開催できそうっていうか、もう場所は行けるところを見つけましたんで、相当いいと思います、条件は。いろいろ、かなり多分、ほんで、イナゴもだいぶおりそうです。今までもいろいろ稲子おるそうなとこ知ってるといろんな人に声かけたり、まあ、ある程度聞いててここおるよって言って行ってみたらそんなにおれへんっていうパターンは結構多いんですけど、今回こう言って教えてもらった人たちがそういう昆虫のハンターっていうか、そう捕獲の人たちっていうかね、その人らが言うし本当にここはすごいって言ってたから、まあ、かなり信憑性が高くなったなと、めちゃくちゃおると。そうなんですか。でそこも使えると、そこの田んぼもすごい楽しみですね。でかなり条件、すぐ近くにも宿泊所が、すごく安い宿泊所があったり、調理できるとこもすぐ近くにあったりとか、まあ、かなり佐藤さんの家のそばなんですか。いや結構遠いです。もう、全く、本当に大阪の北の茨城市って言って、もうかなり京都寄りの方の、岸和田じゃないですね。北の方なんですね。そうなんだ。ああ、それは楽しみですね。ね、じゃあ来年、今年期待できますよね、秋にね。やりたいですね。それやりたいですよね。私もあさってザザムシ捕りをします。ああね。この寒い中に頑張ります。あ、寒いの慣れてるか。寒いところ出るんですけど、寒い中にわざわざ入ってまたもうまあなんかうまく取れたらいいなと思いながら、綺麗な川の上流に住んでるので。ザザムシいろいろ取れたらいいなと思ってます。和歌山だって準備いそうですもんね。そうなんです。で、ちょうどこの間、その長野行った時に、ザザムシの瓶買ってきたんで、なるほど。はい。醤油の味付けがどっちにしろ異なるとは思うんですけど、味の違いがなんか分かったらいいなと思って。それは完全に佃煮状のやつですよね。そうですね、これ佃煮なんです。瓶詰めね。そうですよね。佃煮も美味しいんですけど、そのものの味を味わうために、まあ、数時間ちょっと砂抜き必要なんですけど、冬の場合はね。あ、そうでもないか、そんなに冬は食べてないからあれですよね。で、そのままさっと茹でて、ポン酢かなんか食べると、そのもののしゃぶしゃぶみたいなイメージですよね。それで食べると、まあ、すごくこのうまみというか味わいというか、ザザムシの美味しさっていうのがよく味わえるかもしれないです。まあ、いろいろ工夫してみて、結構取れると思いますよね、和歌山の山の中でもね。またどんな感じか聞かせてください。はい。はい。ありがとうございました。そんなところでしょうかしら。どうでしょうか。何か他にテーマがあれば。何か話したいことがあれば大丈夫ですかね。佐藤さんの後ろの背景がキャラメルコーンに見えなくて、キャラメルコーンに見えてしょうがないですよね。そうね。見た目別に気持ち悪くないよね。でもじっくり見ると、画面サイズによっては点々点がダメな人にはあるかな。どうやろう、こう昆虫食魅力一つとして、やっぱり昆虫食に関わる人、昆虫を食べるとかのまあ関わる人が面白い、日本とかやったら面白いっていうのもあるんですけど、例えばすごく昆虫を食べる地域とかに行ったら、別にそんな面白い人が集まってるジャンルじゃないというか、別に普通の生活の一部なので、普通の米農家の人とかお米屋さんと同じ感覚の人らが多くて、普通に自然なことであると。で、どちらかといえば高価な場合が多いので、昆虫は。それをお金をちょっと高い金を出して、ちょっとした贅沢として昆虫を食べてるっていう普通の生活文化があるところを、がなんかすごくまた好きである。それもそれでまたすごくいいなと、自然な感じ。で、どっか、例えばアジアのラオスのちょっと田舎町とかで、ちょっと家にお呼ばれした時とかに昆虫が出てくるとかって、もそれは別に向こうは外人やからびっくりさせたらこんなに食べれるとかいう感覚もなく、本当に接待のつもりでナチュラルに出してくる感じを感じるというか、例えばバンコクあたりの都市部やったら、日本人こんなに食べれるかみたいなのあるけど、本当のね、そういう、田舎の人の自然な感じとかを見ていいな、なんかそれはそれですごく面白いな、違う文化だなと思うのをすごくずっと感じてるんで、例えばテレビで、近年はすごい減りましたけど、ちょっと昔までは、ね、罰ゲームで虫を食べて吐き出したり、うわーっとみんながびっくりしたりっていうのを見て、なんか不快な気持ちになると。で、逆に考えたら、アフリカのテレビ番組で寿司を罰ゲームに使って、なんかギャーギャー言って、一口食ったらベーベーって吐いて、ほんでゲラゲラってみんなが笑うみたいなのを見たらすごい嫌な気分になる日本人って多いと思うんですけど、そういう昆虫食の文化、自然な文化があるっていうことをもちろん知らないっていうことがある。一番大きい要因と思うんですけど、それで日本でそうやってテレビ番組でベーっと吐いたりして、ね、まあ、いわゆる虫の命も粗末にしてたりとか、いろんなそこに関わる人たちの思いとかも全部なんか壊してるなとかいうのを、まあ、それ自体に罪の意識がまあない。別に悪意でやってないし。っていうところに歯がゆさを感じて、もうちょっとこう、実はに、世界はいろんな文化があるんだよ。で、逆に言ったら、例えば、卵かけご飯みたいな生卵を食べるっておそらく日本しかないとか、もう気持ち悪い、うえーってなるから、みんな白人なんかその生卵食べんの吐きそうやって見てるだけでっていうようなこともあるっていうことも理解しつつ、そういうね、なんかこう、多様性、さっきも言った多様性をこう、もっと本当の意味で多様性ってね、何なんだろうと考える機会のきっかけにもなるんじゃないかなと、昆虫食という、ツールを使ってと思っております。はい。うん。そうですね、おっしゃる通りだと思いますね。うん、だから、まあ、昔はですね、そういう食文化っていうのは一つのその共同体のね、団結を、保つためのね、一つのなんか縛りだったと思うんですよね。で、それがまあ国家というもの、まあ、最初はちっちゃい共同体でそういう縛りがあって、だん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 大きくなって、国家という縛りで、そこで国の食文化っていうのがあって、で、それに対して、その食べ物によってその団結していくみたいなね、集団。そういう働きは多分昆虫食じゃない、昆虫食だけじゃなくて、様々なそういう機能があったと思うんですけれども、まあ、コロナの時代を迎えて、そんなこと言ってらんないよと。もう世界で協力しなきゃダメなんだよみたいなね、そういう考え方も結構出てきてると思うので、それが多様性、多様性って言われてますから、まあ、そういう食文化を一つ壊して、地球全体の食文化としてね、こう構築し直すみたいな、そういう段階に多分、来てるんじゃないかと思います。そのうち、こう、どっか宇宙人が攻めてきてね。コロナってもなんか宇宙人が撒いたんじゃないかって試されてんじゃないかなって、アホだね地球人はって思われてる可能性ありますよね。なんで中国とアメリカでこんなねやんなきゃいけないのかとか反目しなきゃいけないのかとか、そういうことをやっぱりこう考えさせられますよね。すごく、そんな気がします、はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。